どうもヘミちゃんです。今回はその着せ替え人形は恋をするってアニメの黒いしずくたんの衣装が完成したのでお披露目しようと思います。黒いしずくたんっていうのがこの子になります。このウィッグでは初めてのお披露目。この子知らない人のために参考画像を見せておきます。こちらです。セイントヌルヌル女学園お嬢様地獄クラブハレンチミラクルライフ2の黒いしずくたんになります。このねヘッドメイクの動画前回やってるのでまだ見てない人はチェックしてください。それではお洋服を着せていこうと思います。もうなんかねつけてるんだけど、これは首外さないとつけれない作りになっちゃってるから先につけてます。 SM プレイができるような感じですね。であとパンツ、これも作ってます。で後ろがティーバッグ、もうちょっと細い方がいい。で最初に履かすのがこちらです。ガーターレースにハイソックス履かせます。めっちゃセクシー。でも、ね、ちょっと残念ながら正の字を書いてません。染み込んじゃう。次はスカートを履かせます。明るいグレーのスカートと白いふわふわとチュールのパニエを履かしていきます。こんな感じです。3枚重ねてるのでかなりふわふわです。そしたら次はこちらワンピース履かせます。で後ろがね背中をいっぱい開けてます。セクシーでこちらエプロンです。蝶々結びをします。あとこの首輪につながってる手首の飾りをつけます。最後にこちらヘッドドレスをつけていきます。このバラめっちゃ可愛くないですか。全部パテで花びら一枚一枚作って、最後にスプレーで色塗ってるんですけど、とね割れながらねうまくできたなって思ってます。ヘッドドレスつけるの難しいんですよね。だから慎重に。こんな感じです。靴とリック以外全部作ったんですよ。すごく苦戦しました。フリフリの加減が難しかったです。いっぱいつけすぎてもって思って、ここのフリフリ減らしたりギャザー配分が難しかった。であとお気に入りのところがスカートとこのミニハイの間、ここがお気に入りです。正面から見ると網タイっぽいけど、ローアングルになるとね太ももがチラッと見えるんで、この申し訳程度な感じがいいですよね。胸元も開いててちょっとしか肌色が出てない感じがお気に入りです。それでは前回作ったドールちゃんの部屋でお写真を撮っていこうと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。そして次のキャラドールのお知らせをしようと思います。次のキャラドールは4月からアニメが放送されるスパイファミリーのヨルさんを作ろうと思います。ぜひ楽しみにしててください。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイビー。